ラーウィックの、ラモント男爵ノーマン・スチュワート・ヒューソン・ラモント、ノーマン・スチュワート・ヒューシン・ラモント、バロン、ラモント・オブ・ラーウィック、PC、1942年5月8日隊は、イギリスの政治家。保守党に所属し、1990年から1993年まで、財務大臣を務めた。1998年に一大貴族となっている。父、ダニエル・ラモントと、 母ヘレナイリーンの子として、セトランド諸島のラーウィックに生まれる。父親は、島の下界であった。ラモントは、グリムズビーで成長した。スコットランド、マッセルバラのロレットスクールを卒業した後、ケンブリッジ大学フィッツ・ウィリアム・カレッジに進学、経済学を専攻した。大学では1964年に、ユニオンの代表となり、 その翌年にダンカンサンディスのアシスタントとなる。彼はまた、ケンブリッジ大学保守協会の議長も務めた。その他英語圏連合のアメリカ合衆国ツアーに参加している。ケンブリッジで彼は、マイケル・ハワード、ケネス・クラーク、レオン・ブリタン、ジョン・ガマーラと同時代であったが、すべてが保守党の主要人物となった。グループはしばしば、ケンブリッジ・マフィアと呼ばれた。ラモントは、 中道右派のシンクタンク、某グループの議長を1971年から72年にかけて務めた。大学卒業後、保守党の中心機関の一部である CRD で働く。その後、銀行員となる。ラモントは、投資銀行の NM ロスチャイルドサンズに就職し、ロスチャイルドアセットマネージメントの責任者に就任した。ラモントは現在、 ワーキングピアとしての役割に加えて、様々な金融関係の企業の取締役及び、コンサルタントを務める。彼は、ヘッジファンドの RAB キャピタル、バリグループの取締役及びロッチプロパティグループの顧問である。彼は、また、いくつかの投資ファンドの責任者でもある。2008年12月、彼は、オンライン広告会社フォームの役員となった。また、 バリグループの社外取締役及び、イギリスルーマニア商工会議所の名誉理事長、イギリスイラン商工会議所の議長である。その他、公的通貨金融機関フォーラムの顧問、委員会委員として、定期的に財政金融システムに関する会議に参加している。1972年に会議員となる。1990年に財務大臣となる。ラモンとは、 財務大臣として黒い水曜日を経験した政治家である。ジョージ・ソロスが投機攻撃を仕掛けてきた際に、さらなる金利上昇を、ラモントは恐れなかったが、ラモント自身はすでに大勢は決まったとわかっていた。そして事実上 ERM を離脱した。1992年9月16日は、ジョン・メイジャー政権にとって屈辱の日と考えられた。 だが現実には英国は独自の金融政策を取り戻し、ポンドは下落し、英国経済の回復を助けた。ERM 離脱から2008年の世界、金融危機まで英国は経済成長を続けた。2016年6月に行われたイギリスの欧州連合離脱是非を問う国民投票において英国の EU からの離脱を支持した。ラモントは 何十万もの移民を受け入れるのを良しとする経済的な議論はなく、英国は移民をコントロールしなければならないと述べている。貿易についても、ドイツにとって英国は大きな輸出先であり、英国との貿易協定が決まらないことには、ドイツの自動車メーカーの収益にとって不確定性となるだろうとし、EU 離脱後に英国が EU との貿易協定を結べると論じている。 ありがとうございます。